こんにちは、大谷陽子です。はい、こんにちは、今日はですね、購入動画です、我が家ね、今年マウンテンバイクに乗りますので、まあ、ちょっとねお泊まりが増えるなということで、いろいろと今アイテムをね準備しております。その中でもね、息子を連れての宿泊、外泊が続く時ね、一番ね必要だなと思うものがあります。それはですね、炊きたてご飯ですね。はい、白いご飯が欲しい。なんかね2歳ぐらいの子供をやっぱりこう外食とこうスーパーで買ったお惣菜とかでこう連日つなぐっていうのはやっぱりねちょっと味も濃いし栄養も偏るしちょっと難しいなというところがありまして、炊きたてご飯が欲しい。炊きたてご飯があればちょっとおかずを作れば美味しいご飯が食べられるということでね、炊きたてご飯を外で食べられるアイテムを手に入れました。ドン。はい、見たことある方もいるかもしれません。たけるくんですね。我が家にたけるくんがやってきました。新しい家族です。はい、このたけるくんっていうのはシガーソケットに、ブスッと差し込むと、そこからの、電力でご飯を炊くことができるという優れものです。はい、なので、まあ、車で炊くこともできるし、あとは、ポータブル電源で炊くこともできます。ポータブル電源も買いました。これだ、ダーン。エコフローリバープロを買いました。ちょうどねアマゾンでタイムセールで2万円ぐらい安くなっていたので、前々からねちょっと検討してたんですが、このタイミングで買っちゃいました。ずっとポータブル電源何買っていいのかわからないっていうのが、ありまして、この間ねですね、特にカーネルさんから頼まれたわけでも何でもなく、普通にカーネルを読んでいて、この車中泊を制す、ポータブル電源ドコンっていうので、旅する引きこもりさんがね、フリーランスサウンドデザイナー兼作曲家のルイさんという方がこのエコフローをね進めていらっしゃって、そこでね充電速度がめちゃ速いよって書いてあったんですよね。で、充電速度速いのいいなと思って、こうバタバタとしている時とか、いや、あ、出かけようっていう直前にすぐ充電ができるとか、何かあった時に出先でね充電するのにも早いっていうのがいいなと思って、このエコフローにしました。購入した段階で 30% 充電入ってたんですけど、そっから 100% までにするのに1時間ちょい。なんかね、0から100まででも2時間はかからないらしいっていうことで、これにしてみました。細かいことは分かりません。ただね、充電速度と、あとまあちょっと内容いろいろ見た時にいいなと思ってこれにしてみました。これだとね、たけるくんがね、ざっくり計算して7回近く炊けるらしい。そんなに炊けなくてもいいんだけど、まあ 4、5回炊けたらもう御の字ですね。ということで、この組み合わせをAmazon でポチってみました。はい、でね、実際に、外でいきなり使うのもちょっと勇気がいるので、今日の夕飯のご飯は、このポータブル電源を使ってこのたけるくんでご飯を炊いてみたいと思います。ドン。はい、ではたけるくん開けてみたいと思います。パチッと開けて、すごくシンプルですね。釜が外せない設計になってて、ほんとシンプルにこうなっています。なんかね、丸洗いは NG って書いてあるんだけど、要はこの釜が一体型なので、上をさらっと洗う分には OK で、多分ね、下のこう空いてるとことか電源周りにこう水ジャブジャブやらなければ大丈夫なんじゃないかなという感じですね。まあ自己責任ですけどね。はい、では炊いていきたいと思います。一応ね 1.5 合炊けるらしい。で、専用のね軽量カップと可愛いしゃもじがついています。はい、軽量カップね 0.5 合なんじゃないかな、多分ね。これを3杯入れて、ご飯が炊けるらしいです。やってみます。今研いできたのでしゃもじで入れちゃえ。 1.5 合の米を入れます。はい、水、米を入れました。次、水を入れます。1杯2杯3杯半入れるといいらしい。ちょっと多めにね入れるらしいよ。3杯半。無洗米使うといいよって書いてありました。確かにね、無洗米現地で洗うのめんどくさいんで無洗米がいいと思います。パチッ。これであとは電源につなぐだけ。本当に？これか。これか。今 100% ですね。で、これでつなぎます。ここ？ここ？つなげばいいの？ちょっと待って。つなぎます。ああ、なんか怖い。うりゃ。これオンすんのかな？うわ。で、炊飯？スタート。
あ、これでいいのかな。はい。さあ、一応ね、25分で炊けるらしい。早炊きと同じぐらいですね、普通の炊飯器のね。ちょっと時間も見て、今6時9分です。さあ何分後に炊けるのか見ていきたいと思います。あれあれ、いきなり、あーもふもふ取れちゃったな。はい、ご飯が炊け始めてきたのか、ちょっとポコポコと音がしてきました。まあでもそんなに煙が上がったりはしないんですね。ポコポコ炊けた。経過したところで炊けた。はい、それでは、ご飯が炊き上がりました。10分ちょい蒸らしました。バッテリーの残量は、なんとね、驚異の 92% ということで 8% しか使ってない。すごいですね。でね、ご飯は 1.5 合でマックスで炊いたからか、炊き上がりまでに約40分でした。プラスで10分蒸らしましたが、まあ全然ね、あの許容範囲内の時間ですね。では開けてみたいと思います。いきます。いくよ。3、2、1。パカ。あ、父だよ。パカ。おお。クリーパー炊けてる。炊けてる。で、うん、炊きたてご飯ですね。はい、じゃあご飯入れてみましょう。おお、あ、いいね。炊けてるね。あ、柔らかい柔らかい。うわー、お、ちょっとあったかい。うん、ちょっとあったかいこんな感じです。うわ、いいね。いただきます。うん、炊けてる。芯も残らず、ご飯もしっかり炊けてますね。あ、これは予想以上に美味しい。まあ、よく言えばね、すっごいいい炊飯器使ってる人は物足りないかもしれないけど、あの全然普通に、あの炊いたご飯ですね、あの出されても全く気にならない普通の美味しいご飯です。さあ食べる？食べる？ご飯食べる？はい、どう？美味しい？ちょっと辛いちょっと辛いか美味しい？ちょっと硬いちょっと硬いちょっと硬いか、ちょっと硬いかも、うん、ちょっと硬いかもあん、あん、お、あん、どう？もっと？もっと、OK、 OK、 うん、はい、ということで、あのね、思ってた以上に美味しく炊けました。で、さらに、バッテリーもね、そんなに食わないということで、ね、あったかい、はい、単純計算だと10回近く炊けるということでね、あの我が家は3食白いあったかいご飯が外で食べられそうです、まあ、Amazon でね買ったんで、あのリンク概要欄に貼っておきたいと思いますので、興味がある方はぜひご参照ください。この投稿いいなと思いましたら、ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。以上です。またね。バイバイ。バイバイ。